どうも、クーガヨシーのクーガです。さあ、今シーズン4回目の現地観戦動画でございます。クロちゃん、見てください。こちらの桜どうですか？桜はいつ見ても綺麗ですよね。ね、春にしか味わえないこのね、桜があってのこのスタジアム、めちゃめちゃいいですよね、雰囲気も。そうですね、やっぱこう桜も綺麗に咲いてるということで、岡山今日勝たないとダメですよ。ここ2試合勝ちきれてないんで、ちょっとね、J2 の頂っていう景色を見るにはやっぱり勝たないとダメですね、今日は。そうですね。なんですけども、クロちゃん、今日我々ピッチサイドシートで観戦します。僕たちがピッチサイドシートで観戦した時、覚えてますか？覚えてます、覚えてます。金沢戦3-0圧勝しましたね。圧勝しました ね。なんで今日もピッチサイドシートで観戦するということは、今日岡山圧勝します。あの、予想していいですか？どうぞ。本日いわきに岡山2-0で勝ちます。もう僕が予言します。見ててください、必ず2-0で勝ちますんで、はい、僕たちがピッチサイドシートで、かつ僕がこの予想したということは間違いなく勝ちます。まあ、スターティングラインナップはもう発表されているということで、今のスタメンの感じでいくと、キーパーがね、久しぶりの岡山の守護神に帰ってきました、堀田選手。フォーバックということで、左から前節千葉にね、移籍後初ゴール決めた鈴木選手、そしてセンターバック、 J2 屈指のセンターバック、バイス選手と柳選手、そして右に本山選手が初先発ということで、そして中盤はダイヤモンドだと思います。そしてアンカーに若狭選手、そして左に高木選手、右に田部井選手、こちら両選手もまた初先発ということで、そして僕が一番嬉しいのが、佐野選手のトップ下が見れるという、ちょっとね、面白そうな、この佐野選手トップ下、本当に一番僕合ってると思うので、いや、佐野選手期待ですね、トップ下。はい、そして2トップに、前節ね、千葉の契約の関係上出れなかった桜川選手とハン・イゴン選手のこの2トップということで、 2-0 です。クロちゃん、見えました？僕にはもう見えてます、未来が。最後勝って勝利のダンス、みんなでしましょう、しましょう。ということで、まあ、ちょっとね、スタジアムぐるぐるしながら、試合の方見ていきたいと思います。絶対勝ちましょう、勝ちましょう、行こう、バジアーノ。ディフェンダー、ユーロピー。
交代次頼むぞ。はい、ということで、自宅の方に企画しまして撮影しております、試合結果の方は1対1の引き分けということで、ここ3試合勝ちがないという、状況になってきました。ただですね、今日の吉田主審のちょっとジャッジといいますか、ゲームをコントロールできてなかったんじゃないのかなと、個人的には思ってるんですけども、試合が終わって結果がこうなった以上もうどうすることもできないんですけども、主審という自覚を持っていただいて正しいジャッジをしてもらいたいなと、個人的には思っております。 J2 の頂という景色がなんかこうだんだんと遠くなっていってるような気もするんですけども、ただ、我々岡山は最後の最後まで諦めることなく J2 の頂という景色を絶対に見たいと思っておりますので、これからもね変わらず全力で応援したいと思っております。まずは次節4月8日に行われるアウェイ藤枝戦に勝って、そしてホームで熊本に勝って連勝して勢いにまずは乗っていきたいと思っております。次こそは僕も現地観戦動画で勝利を見届けれるように頑張って、これからももっともっと全力で応援していきたいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただき皆さんありがとうございます。また次回の久我 FC の動画でお会いしましょう。さよなら。